ってんだけど 80% の人がアイドル恋愛禁止反対、別にいいよと、うん、はいはい、そんな 80% の人が思ってるのに、うん、なんで未だにね、うん、アイドルはさ、うん、恋愛禁止を貫いてんだっていう記事をうんこしながら読んでたんだけど、はい、うん、確かに。でも、うん、そう、それを読んで、はい、何言ってんだと、うん、俺は思ったっていううんこしながらね、うん、いやいや、あんたたちその 20% の人たちでお金稼いでんじゃないのっていう、まあまあそういうことなんだよね。まあまあそれクソしながらクソニュースを読んでたり、ね、クソしながらクソニュースを読んでクソみたいな反論をしてたりそう、だからその記事の締めはさ、 80% の人間がその恋愛禁止反対してんのに、うん、まだアイドルっていうのは恋愛禁止が続けるべきなのかみたいなのでしまったから、ふざけんなっつって、うん、それは確かにね、なんなら 10% しかいなくたってその人たちがお金使ってんのよな。そうなんだよ、そうそう、そういうことなんだよ、そこを相手にしてるってことを、うん、忘れちゃいけないよっていうさ、うん、そうだ、ブッて本当にへこいてやったよ。あれもっと出る感じだったね、その後もね。おお、そうですよ。そんな AKB、はい、総選挙速報は、うん、入りましたね。ああ、うん、昨日 AKB の総選挙の速報が発表されたみたいです、うん、はいはい、どうだったんですか。1位はですね、うん、今年も指原、おー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 おお、次いで2位が柏木、それは出た、で3位が真由だね、真由出た、うん、4位が松井樹里奈、おお上がってきたね、まあ上がってきたっていうか大体この辺なのか、もう去年ぐらいから、うん、そう、うん、5位が山本、なんて言うんだこの人、さやか、さや、さや、さやかなの、うん、そう、まあ、まあこれ速報ですけどね、うん、あ、速報って結構わかんないじゃない、わかんない、昔こじはるがよくね、今年は出てないですけども、はい、最初がこの速報だとすごい人数、ね、すごい下なんだよ、で上がっていくんだよね、そうそう、実際は、うん、でも去年も指原が1位だったの、その速報の時はね、速報の時は、うん、逆転逆転すんだ、うん、でもさすが柏木ってすごいね、まだ上にいるんだね、うん、だからここのやっぱり指原、柏木、真由の勝負じゃないの、結局1位は結局その3人か、うん、だから偉いよね、ファンって全然変わんないんだね、うん、2年3年経ってもやっぱ男のファンっていうのは大切にしないよね、偉いよ、女のファンってすぐ変わるけどさ、そうだよ、ね、うん、男はちゃんと律儀っていうかすごいよな、これもやっぱイギリスのブックメーカーとか やってるのかね、 AKB の総選挙もやってても、おかしくない、何でもやるじゃん、そうですね、ね、うん、やってそうできそうだよね、うん、ここまで話題になってんだから日本で、そうだよね、こちらのだからクソメンが選ぶ俺たちでもやれるはずアイドル妄想総選挙、はい、これもブックメーカーやっぱやってんのかね、こっちの方がやってんじゃないの、だって本家じゃんこっち、そうだね、こっちね、本家がやってんの、うん、こっちの速報出たということで、はい、速報出たの、こっちすごいじゃない、今のところ1位は指原、わあ、こっちも強いね、うん、へえ、どうです、まあじゃあ2冠取る可能性もあるわけだ、まあ2位の方はちょっと入ってないんですけど、ないんだまだ、とりあえず1位だけは今来てんだ、はい、まあ、ね、こちらの妄想総選挙も開票まで残りわずかですから、うん、ああ、もうね、続々と候補者の名前が総選挙本部に寄せられてるということですよ、はい、へえ、すごいね、6月11日よりも早いね、うん、いいね、さあ、ラジオネーム、うん、メチシカ、小木さん、八木さん、小森さん、こんばんは、はい、世界的プロレスラーで歌手のクリス・ジェリコが、うん、21日に自身のツイッターを更新し、7月に両国国技館で行われるライブに、うん、AKB48 の小島春菜を招待したいと綴ったそうです、うん、なるほど、うん、先日一部新聞で小島の理想の相手は、うん、クリス・ジェリコと報じられていたこともあり、うん、2人の急接近を、はい、ジャス、なんて読むのこれ、邪推するファンの声も上がっている、さすが小島春仕掛けてきましたねこれ、うん、うまいよねタイミングちゃんと、小島春は知ってるからねこっちの大会のこともね、はい、合わせてんだよ、これはライズアップに2ヶ月ぐらい通って筋肉つければやれますねということですね、なるほど、マッチョが好きなんですね、
そうだね、うん、前からファンだったんだこれ、クリス・ジェリコ、うん、なるほど、そうか、うん、ライブに行ってその後なんかするのかなこの人たち、じゃあ呼ばれてそういうことでしょ、クリス・ジェリコってライブに呼んで、うん、その後もちろん、まあ、楽屋に呼ぶだろうね、楽屋呼んでなんかすんだよねその後でっつって、でホテルとかに、うん、しないと思うんですね、そ う, でいやそういうことでしょ、だって呼ぶってことはいいんじゃない、クリス・ジェリコが日本が好きなんですね、クリス・ジェリコ新日なんでね、うん、やっぱそういう女性を抱いてきてんじゃないの、たくさん抱いてないです、だからじゃないの、スーパースター、スーパースターですか、クリス・ジェリコは、まあ、小野寺さんプロレス詳しいからね、これこじはるとそのレベル的には、まあクリス・ジェリコは世界的スーパースター、世界的な人なんでしょ、歌手であり、はい、役者でもそんな人が小島春菜を名指しで言うってすごいことだ、すごい、すごいよね、だからこれチャンスだよ、やっぱニューヨーク行ってたね小島春菜ね、行ってった、あれクリス・ジェリコに会いに行ってたのかなクリス・ジェリコ、あでもそっか、なんか定期的にニューヨーク行ってるもんね結構ね、あらららららなるほど、関係ない、いい感じですね、ニューヨークで会えばやれるっていう可能性もあるよ ね, ねやれそうだしね、うん、ニューヨークにこじゃれて結構やれそう、やれそうやれそう、うん、もう俺でも行けそうだもん、なんかニューヨークなら確かにニューヨークで見る小木ってかっこいいしね、うん、あーかっこよさそう、俺そうそう似合うじゃん、なんか街に似合うそう俺ね、行ったことないけどなんかわかるわそう言ってることが、似合う、フィフスアベニューで似合う、何5番街、5番街ね、あーあーはいはいはい、五番街の小木って映画があってもいいぐらい、いいね、捉えてもいいねその映画ね、いいよ、ニューヨークか、ラジオネーム茨城県、はい、ラジオネームドスコイちゃんこ、今年の妄想総選挙1位は博多の佐世子こと指原莉乃が3連覇して妄想総選挙殿堂入りすると思います、うん、博多の佐世子ね、うん、確かに強いか指原は、そう強いよ、総合力が高いよね、強いよそれは、速報 1,、うん、1位だもん、ね、やっぱ今年はもうもしかしたら AKB の方も行っちゃうかもしれないね、妄想も、もね、いかんあるかもね、いかんだよ、ラジオネームおもてなしを、矢沢恵梨香、なぜか矢沢のおっぱいは触っていいことになっているからやれるはずあー、そうなの、まあほら三村さんが触って、あー、ね、なんかあったね、問題になってたね、問題になったでしょ、うん、奥さんに怒られたっていうやつね、確かにいいんだもんね、今矢沢のおっぱいって触っていいんでしょ、触っていい、触っていいんだ、いいわけじゃないの、うん、でも全然嫌がんなかったんでしょ、うん、皆さんに触るときに嫌がんない、そう、うん、確かにそうなんだよ、うん、俺もすごいパンツ見せてくれたしね、バラエティの番組でパンツ見せても平気なの、あ、平気なんだ、平気なの、だからすごいなと思って、あ、うん、おっぱい別に触っていいですよっていうタイプのほら芸人の女の人って触られていいじゃん、うん、よく見るじゃない、見る、うん、触られてるところを ね、うん、まあ一応これ芸人という職業柄、うん、まあ大丈夫な感じになってるけど、うん、いわゆる芸人じゃない女の人でも私のおっぱい触っても大丈夫ですよっていう人出てきてもいいもんね、そうですね、そうだね、本人がいないんだから、そうそう、橋本まなみとか、うん、良さそうだもんね、橋本まなみ、これ橋本まなみ来てるよ、うん、あ、本当だ、おさむちゃんよりラジオネーム、おさむちゃん、うん、妄想総選挙にマナミンこと橋本マナミさんを推薦します、うん、はい、愛人にしたいグラビアナンバーです、そうだから橋本マナミあたりから始めればいいんだよね、おっぱい触っていいですよっていう、触りたくなった時いいですよ、うん、確かに 触っても怒らなそうなんだよな、怒んないよね、うん、ほんとそっちの路線行けばいいのに、うん、いないんだから今さ、それがチャンスだよ、まだいないでしょ、触っていいからこれまでいたんですかね、いやいないと思いますよ、いいす、ね、橋本まなみみ